どうもどうも、ロマンシングサガリユニバース無課金野郎です。はい、本日は、クリームヒルトサガ魂ガチャを引いていこうかと思います。目指すは覆面、覆面確保まで全突破。どうやら覆面は、今後人権と言われるぐらい強いキャラなんじゃないかと思われますので、天井まで行っても覆面は確保しようと思っております。現在286,770Lあります。それでは運命の10回目、10連目行こうと思います。覆面来い。はい、マコ走りました。はい、20連目、そこよ。はい、クリームヒルト来ました。はい、これはラッキー。はい、20連でクリームヒルト、確保です。まあ正直、天井まで狙うつもりとか全然なかったスタイルなんですけど、どうやら激裏とかで、有効なんじゃないかという話を聞きましたので、こちらも育てていこうかと思っております。それでは30連目いきます。覆面来い。はい、ムクチャーが走りました。もしかしたらこれで覆面確保するかもしれません。レバーを引くのよ。ピコーン、ピコーン爆発なしです。覆面が来たら、撤退です。覆面来てほしい。総長が来ても嬉しいけど、もう30連で覆面で終わらせてしまいたい。おっと来ました。あんた相当腕が立つな。俺とタイマン勝負だ。はい、総長です。はい、総長を確保しました。はい、総長です。短期決戦向けのスタイルという感じですね。正直言うと取っても使わなくなる可能性あるなって思ってたんでですけど、まあ来たのでありがたくいただきましょう。これでコンプはもう確定しちゃったので、あとは天井行くまでに、覆面が当たるかどうかの戦いです。それでは40連目いきます。はい、バラが走りました。レバーを引くのよ。はい、来ませんでした。それではここで、ちょっとオカルトを行きましょう。まず仏様の力をここで借りようかと思います。仏様の力を借りて、さらに、ホーム画面戻しを使いまして、まあ流れを変えるという完璧なオカルトです。ホーム画面に戻しまして、そしてガチャにもう一度入りまして、で改めて60連目を引くというオカルトです。さらにここで EA を何回か押すなんてこともやってみようかと思います。そんなオカルトに頼り勝った60連目で、覆面来いと言いたい。はい、バラが走った。はい、クリームヒルト2回目です。あなたじゃなかった。そこよ。
はい、2回目のクリームフィルトが当たった60連目でした。それではすかさず70連目に行きます。覆面来い。はい、ウサギ走りました。レバーを引くのよ。爆発はなしです。今回爆発してくれませんね。はい、70連目で、何度当たったかわからないミリアムです。ミリアムを3回ぐらい当たってます。なぜすり抜けにしてもミリアムが来ちゃうのか。ちょっとミリアムばっか来られても困る感じですね。せめてすり抜けにしろ。他のやつが来てほしかった。はい、それでは80連目いきましょう。80連目覆面来て撤退したい。はい、マコ走りました。レバーを引くのよ。それでは90連目いきます。ここでちょっと仏様の角度を変えてみるというオカルトをやってみましょう。それでは運命の100連目いってみましょう。一旦戻したりして100連目で覆面が来いと言いたい。それでは110連目いきます。それでは120連目いきましょう。130連目いきましょう。天井間近の130連目いきましょうか。140連目いきます。もう天井間際です。はい、爆死でした。それでは天井確定の150連目でこのガチャはラストです。一応コンプは確定してますけど、覆面が来てくれたら嬉しいような、覆面来るぐらいだったらもうすり抜けて工場、新工場 SS が欲しい。はい、バラ走りました。レバーを引くのよ。はい、爆発です。最後の最後に爆発が来ました。これで覆面だったらちょっとショック。すり抜けろ。すり抜けて持ってない新工場 SS が来い。すり抜けて持ってない新工場 SS が来てしまえ。クリームヒルトは来なくていい。総長も来なくていい。持ってない新工場 SS が来い。持ってない新工場 SS が来い。ドキドキします。 SS は1体は出ます。じらしますね。 SS は1体出ます。覆面以外来い。はい、来た。いやあ、ありがとう、助かったよ。私はそうだな、覆面とでも呼んでくれ。覆面でした。天井と同時に来ちゃった人、訳ありなんだ覆面。はい、天井でしかもドラストに出てきました。はい、天井で覆面確保で、コンプと同時に天井という微妙な気持ちにさせられました。振り返ってみますと、クリームヒルと総長、クリームヒルとミリアム、そして天井、交換する前の天井で、覆面です、ポンプいたしました。それだったら覆面以外のやつが来てほしかったが正直な感想であります。まあ、とりあえずコンプできました。それではまたお会いしましょう。さようなら、さようなら、さようなら。